はい、おはようございます、池田です。ボムトラックのフック EXT ちょっとお借りいたしましたので、どんな自転車なのかっていうのをですね、動画に撮っておこうと思います。完成車の状態でお借りしまして、で今まで自分の自転車につけていた、パーツ、ハンドル等々をですね、ハンドルじゃない、ボトル等々をちょっと移植しまして、でちょっと走る仕様に、やってるという感じです。ではフック EXT はどんななのかご紹介いたします。はい、これがですね、今回お借りしたフック EXT なんですけども、2024年の、モデルになります。でこのブルーの、色してるやつですね。で、各部ですね、いろいろつけてます。これやっぱりこれっていうですね、タテクイさんの、カニンガムバッグ、あの荷物を入れるのにちょっとつけてるという感じですね。よいしょ、ちょっとファスナーが開いてたんで閉めていきましょう。はい。で、後ろ、これオーカムデザインと、ツールですね、ぐるっと縛り付けたものを入れてます。パンク修理セット、グラナイトデザイン、チューブなどなど、いつものセットをここに縛り付けてるという感じですね。で、これナルゲンボトルを2つ装着しました。こっちとこっち、ベルオレンジの、ナルゲン用のボトルゲージがあるんですけども、それを装着しました。で、2つですねボトルを装着しようとすると、ここのボトルゲージ普通のボトルに対応してるんで、当たっちゃうんですね。なんでこっちは普通に装着して、こっちはですねウルフトゥースの B-RAD3 というですね、 B-RAD って呼んでないかな、ボトルゲージの位置を移し替える、アダプターをつけて、上の方にですねボトルずらして2つ1リットル1リットルで装着してますという感じです。であとはちょっとポジションを合わせるために、ステムをですね、もともとついてたのが90ミリやったんですけども、それを45ミリの、タイプに短くして、ポジションをちょっと合わせてるという感じですね。はい。で全体像がこういう具合になっております。はい。でもともとですね、僕今コナのスートラ LTD という自転車に乗ってるんですけども、実はそのコナスートラ LTD 買うときに、いくつか候補があったんですね。グラベルロードバイクが欲しいと、グラベルロードバイクの道というので、いろんなこう車体をですね見ていった中で、そのスートラに並んであったのが実はこのフック EXT やったんですね。その中の一つで、このフック EXT、なんでそこまで悩んでたかっていうと、これ 650B の、ホイールを採用して、フレームがですねスチールで、フォークがカーボンなんですよ。でボムトラック以前もフック EXT 借りたことがあって、で乗ってたんですね。で乗ってた時に全然僕そこまで、まあ正直な話、眼中になかったんですよ、フック EXT って。なんで、まあちょっと乗ってみようかっていう、ちょっと軽い気持ちで乗ってみたら、なんでこれよっていうぐらいボーンって進む、スタートダッシュがものすごい軽くて、でオフロードをちょっと走った時、荒れ地走った時の安定感とか走破性とかが異様に高かったんですよ。でそれ 27.5 インチのホイールなのに異様に高かったっていうのが、もうなんかこう衝撃的で、で加速感もあるし、なんじゃこの自転車はっていうのをずっとこう思ってたんです。そっからですねフック EXT が頭から離れなくなって、でずる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 来てったっていう感じですね。でスートラ LTD と、フック EXT で、なんでスートラ LTD の方を今回は買ってたのかっていうと、27.5 っていうホイールをランドでずっと使ってたんですね。なんで、全然違う29インチもちょっとの試してみたいということでスートラの方を選んだんですけど、もしこれがですね候補になってたらどんな感じになってたのかなというところですよね。はい、いやーかっこいいっすね。しかし、今、24年モデルですね、
ちょっと面白いところがあって、これですね。フロントフォークがですね、これゴムトラックの、セイドーのフォークの MGB カーボンフォークっていうフォークがあるんですけど、スートラにつけたり、できる29インチにも対応したフォークなんですね。ここにはMGB って書いてないんですけど、どうやらこの23年モデルより、違うところはこのフォークが、入れ替わったというところみたいですね。なんで、これ後ろを 27.5、前を29みたいな感じで、マレットにできるっていうのも面白いところですよね。そうなるとマウンテンバイクでもマレットっていう後ろと前が、車輪の径が違うっていうカスタム、ですとかスタイルがあるんですけど、それにできちゃうよというのもこういうの特徴かなと思います。まあ、前を走破性が高い29インチ、後ろは、27.5 でオフロード行った時にお尻が下げやすくっていう感じで、いう風に遊ぶのもできるなと思いましたね。で、あと、これの、ボムタンクフック EXT の特徴で、これダウンチューブなんですよね。これ、下のこのパイプがむちゃくちゃ太いんですよ。確か43ミリぐらいあるんですよね。で、これがですね、このスチールのフレームで、ここまで太いっていうのは、もう見たことがなくて、他のツーリングバイク見てもですね、やっぱりこれより細いんですよ。で、これと同じぐらいのを探したら、もうマウンテンバイクなんですね。マウンテンバイク。すごい。すごかったです。で、あとはですね、ここ。これ BB がですね、T47 っていう、結構新しい規格で、要するに、パイプが太くて、それにネジが切ってあって、こっちから見るとですね、このチェーンステーがここに溶接されてるんですけど、この溶接箇所をできるだけ外側に広く溶接することができるっていう、特徴があるんですよ。まあ、ちょっとマニアックですけど、そうするとここがですね、三角形の A、 アルファベットの A みたいじゃなくて H 型にですね、広く、場所を取るので、これで横方向の剛性が高くなってんじゃないかなと思います。あとこのチェーンステー自体、これもですね、縦方向にこうかなり分厚くなってて、ここにも超肉厚なプレートがですね、ボムトラックってこう書いてあるんですけど、これがここにこうピッと、溶接されてるんで、この3つですね、ダウンチューブと BB と、チェーンステー、この3つが、合わさってものすごい加速感になってたり安定感になってたりするんじゃないんかなと僕は予想してるんですけど、いやー、しかしですね、今河川敷まで来たんですけど、まあよう進みます。踏んだ時のロスがもう一切ないようなぐらいズコーンズコーンってこう進んでいく、感じがしますね。本当で、自転車がすごいしっかりしてるんで、こうなんていうやろ、地面に立った時にこう平均台の上をこう足をですね、こうやって歩いてるじゃなくて、しっかりと腰がバーンと、四股をバーンと踏んだような、そういう安定感。なんで自転車の上に、こうやってこう、結局ペダルの位置は一緒なんですけど、なんていうかな、着地した時に、とか歩いてる時に細い道を歩いてるか、太い道をこう、足を広げながらしっかりと地面をガスガスとこう感じながら歩いてるか、なんかそんな違いを、感じた、ですね、ここまでの道のりで、はい。で、もう一つフロントフォークがカーボンなんですよ。これスートラ LTD の時に、スチールフォークからカーボンフォークにこう入れ替えたことがあったんですね。でその時にカツッとしたカーボンフォークの印象があったんですけども、まさにそれやったんですね。まあブレーキも一緒ですし、フォークもほぼほぼ一緒となると、やっぱりそのタッチ感、しならないこうタッチ感というか、カチカチと進んでいくような加速感、それがカーボンフォークでもあるなというふうに、この前の方向は感じましたね。で、この完成車ベースにして今、乗ってるんですけども、このフレームのちょっと、
しっかりした、剛性感っていうのを、タイヤをチューブレスにすると、よりいいバランスになるんじゃないかなと思います。今チューブ入りの、前後タイヤなんですけども、これをですねチューブを抜いちゃってチューブレス仕様で、乗るとタイヤのこのいいグリップ感、柔らかさで、フレームの、しっかりとした安定感、これが合わさるととんでもないことになるんじゃないかっていう風にですね、走っとって、思いましたね。はい、なので今回はまあチューブ入りで、乗っていくんですけども、なかなかですね、非常に楽しく、なった、車体じゃないかなと思います。いやー、しかしかっこええわ、やばいわこれ。あ、そう、あともう一個、普段、最近ドロッパーポストを使ってるんで、このサドルが今シートポスターの通常のタイプなんですよ。なんでこれをフック EXT ってこっちから見るとここにですねドロッパーシートポストの穴があるんですよね、インターナルケーブルの。なんでこれを使ってさらにこっからカスタムするならドロッパーポストをつけたいなっていう風にですね早速思いましたね。あのオフロード行った時とか、本当一回使い始めてからは頻繁にこうドロッパーを活用するようになっちゃったんで、そこをですね、いじくるといいかなと思いました。であともう一つサドルですね、この完成車にもともとついてたサドルって結構こうハード系なんですよ。なんでこれも、最近サスペンションサドルのサグマサドルにお尻が慣れてしまってるんで、快適なふわっとした乗り心地にですね、なのでここも変えるとよりですねパワーアップして自分にフィットするなっていう風に、今感じましたね。はい、ということで、今回はですねこのボムトラックのフック EXT をちょっとお借りしましたので、どんな感じで、なのかというのをですね、ちょっとまとめてみました。他にもですねこういうネジ穴の場所とか、言いたいこといっぱいあるんですけども、まあ前も一旦お借りして、ご紹介したことがあったので、今回はこのフレームの下側のところですねをちょっと見たり、タイヤの方を見たりしてみました。はい、またですね、ちょっとしばらく乗ってみて、どうなのかっていうのもまた撮れたらなと、思います。では、今日はこの辺りで終わります。ボムトラックフック EXT でした。どうもありがとうございました。